おはようございます。出席議員は定数に達しました。議事日程第4号により直ちに本日の会議を開きます。日程第1、市政一般質問について、前日に引き続き一般質問を行います。まず最初の質問者は3番丸田孝明議員。丸田議員。拍手は控えてください。ご声援ありがとうございます。勇気100倍でございます。おはようございます。私の日々の活動において市民の方々とお話しする機会が多々あるんですけれどね、ケーブルテレビで議会を見た、そして気になっていたというでありませんか。私の衣装の一部です。背広右側にあるバッジが気になっていたということなので、他の市民の皆様へもご周知をさせていただきます。できましたらテレビのカメラのズームアップをお願いしたいところでございます。八田ガラスのバッジであり、私自身の守り神として着用しています。世間ではゴミを漁りまくったり、常に厄介者のカラスなんですね。この議場にいらっしゃる多くの皆様からも敬遠される厄介者の後藤維新の会一匹狼丸田孝明でございます。日本サッカー協会のシンボルマークにもなっているようです。八田ガラスは人務統制の折、熊野から大和まで道案内をしたと言われるカラスであり、熊野の皆様のお使いとして、されているということでございます。それでは通告に従いまして一問一答方式で質問を行います。個人情報保護法改定について伺います。後藤氏でも昨年3月の定例会にて個人情報の保護に関する法律の一部が改正されたことに伴い、個人情報保護法制度の見直しが行われることから必要な事項を定める必要があるとして、後藤氏個人情報の保護、いわゆる市民の個人情報も含め法律施行条例が整備されたわけです。施行され1年が経過、再度条例制定に至った説明とその中身を市民に分かりやすく説明願います。なお本日の一般質問が野口市長と公の場での最終激となります。在職12年間の中で短いお付き合いであった私との戦いの場、記憶に残る討論を望みますので、元気はつらつお付き合いいただきたいと願います。講談以降は自席から質問をさせていただきます。市長。おはようございます。3番丸田議員の質問にお答えします。個人情報の取り扱いについてお尋ねがありました。市が保有している個人情報の保護については令和5年3月31日までは後藤市個人情報保護条例に基づき運用を行ってまいりました。令和5年4月1日からは個人情報の保護に関する法律が改正され、地方自治体もこの法律の規定に基づき個人情報の管理を行うことになりました。これにより後藤氏でもこれまでの後藤氏個人情報保護省条例を廃止し、新たに後藤氏個人情報の保護に関する法律施行条例を制定しております。なおこの後藤氏個人情報の保護に関する法律施行条例は個人情報の保護に関する法律においてそれぞれ地方自治体の条例で定めるように委任された規定を定めた条例でございます。令和5年4月1日以降の個人情報保護制度の概要については担当部長から説明をさせていただきます。以上でございます。
総務企画部長。おはようございます。それでは私の方から現在の個人情報保護制度の概要についてご説明をいたします。先ほど市長から説明がありました通り、令和5年4月1日から地方自治体においても個人情報の保護に関する法律に基づき、自治体が保有する個人情報の管理運用を行うことになりました。この個人情報の保護に関する法律には、個人情報の保有の制限に関する規定、利用目的の明示に関する規定、個人情報の利用や提供の制限に関する規定といった個人情報の取り扱いに関する基本的なルールのほか、保有する個人情報の開示、訂正、利用停止に関する規定などが定められております。個人情報の保護に関する法律の規定の多くは、これまでの御当市個人情報保護条例の規定と大きな違いはありませんが、一部の規定については、これまでの取り扱いから変更になった部分もあります。特に第一条の目的規定については、これまでの御当市個人情報保護条例では、個人の権利、利益の保護を図るとともに、市政の適正な運営に資することを目的とすると規定をされておりました。これに対し、個人情報の保護に関する法律では、個人の権利、利益の保護を図るという目的に加え、個人情報の有用性に配慮しつつという文言が定められております。これにより、個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報の管理、運用では、単に個人情報を保護するだけではなく、個人の権利、利益の保護と個人情報の有用性のバランスを図りながら、個人情報を活用することができるような規定になっております。以上です。以上、3番。丸田議員。では質疑から再質問させていただきます。壇上でちょっと一つもう一つのバッジをですね、説明し忘れてたんですよ。黄色のバッジ、バナナじゃないですよ。7月1日から社会を明るくする運動、協調月間として定められておりますので、私も、ちょっと早いですけど、市民の皆様方に啓発の意味で、付けさせていただいております。では、再質問入ります。今ご説明いただいたように、この改正によって国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等において、これまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取り扱いが、同一の法の規律によって、取り扱われることになったという説明であったと理解します。また各地方公共団体の条例は、個人情報保護法により許容される範囲内において必要な事項を規定するものと、この部分に関しましても、理解いたします。今回私が冒頭この内容を、取り上げたというのは、長崎新聞に4月16日と23日だったでしょうかね、自衛隊への個人情報の提供という、中身が、記載されておりました。この新聞記事がなければ当然私はこの場でこの内容をしてなかったものですから、長崎新聞社さん、そして長崎市議会の皆様方には深くこの場よりお礼を申し上げるところでございます。さて、先ほど、説明させていただきました自衛隊への個人情報の、提供、私も、中学校高校と、子どもがいましたので、 PTA 関係時に、保護者の方から言われたこともありました。なんで自分とこの子どもが自衛隊から直接、郵便物が届くのかと、私はその当時は、学校が流してるんじゃないかなというふうに、安易な考えで言いましたが、今回の新聞記事を見て、あ、そうなんだと、いろんな法律もかさむであろうが、長崎新聞では、長崎市議会では、公の党が、これはプライバシーの侵害に当たると、憲法違反だと
ということで、提供そのものを見直すべきということも言われておりましたが、私は、その提供を見直すではなく、これまで同様、国からの通達によっては、この個人情報が、提供が許される範囲であれば、提供を続けていくべきだということも、理解しております。まあ、そんな中、後藤氏として、今年度すでに、個人情報の提供依頼があっているのか、また、これまで市民からこの個人情報、住所等が、どうやって流れているのかというような問い合わせがあったのかどうかについてまで、ご説明願います。市民生活部長。はい、お答えいたします。まず提供の方法として閲覧による方法と紙媒体での提供があります。自衛隊から提供依頼を受けて後藤市では先ほど答弁がありました個人情報の保護に関する法律施行条例の制定以前から該当する方の氏名、住所、生年月日、性別について住民基本台帳に基づき閲覧により情報提供を行っておりました。令和2年度から求められる、一部の対象者について、紙媒体で提供を行っております。その根拠は、個人情報の保護に関する法律に、行政機関の長は法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならないと規定されております。一方で、自衛隊法では、都道府県および市町村長は政令で定めるところにより自衛官および自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うと規定されております。また自衛隊法施行令においては防衛大臣は自衛官および自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは都道府県知事または市町村長に対し必要な報告または資料の提供を求めることができると定められております。これについて防衛省及び総務省より住民基本台帳の一部の写しを用いることについて住民基本台帳法上特段の問題を生じるものではないという通知があったことや自衛隊からの再三の紙媒体での提供の要請他自治体の状況などを踏まえ市では個人情報の保護に関する法律の法令に基づく場合に該当し一部紙媒体での提供が可能であると判断したものです。なお自衛官及び自衛官候補生以外の自衛隊法に明示されていない例えば陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集にかかる分については現在も閲覧で対応しております。それからこのことについて市民の方から問い合わせがなぜ知っているのかという問い合わせがあったかということについては市では今のところ受けておりません。ただ新聞報道があってから後藤市では除外申請を受け付けているのかという問い合わせを2件いただいております。以上です。以上3番丸田議員。全て部長から説明があったものですからまた調子が狂いましたよ。もういらないメモになりました。そうです。2021年の2月でしたかね、防衛省並びに総務省から、銃器台帳の写しを提供することについて、法律上、特段の問題は生じないということが通達されているということも、私も理解しておりますので、まあ、今説明あったように、これまで同様、提供していくということに私は賛成であります。まあ、お隣、長崎市では、昨年4月に、個人情報保護法、今先ほどスタートラインで、ご説明あった分ですね、個人情報保護法が地方自治体の、個人情報取扱いに適用されたのに伴い、国の個人情報保護委員会が自治体の募集対象者の個人情報提供は法令に基づくとの見解を示したと、もうこれで全て法的にも問題ないということが二重三重として、保障されてますので、私はこのまま続けてもらうというプラスアルファ、市長が在任あと数ヶ月ですか、一つこれだけはですね、やり遂げていただきたいというものがありまして、お隣の長崎市では、
この提供に関して、まあ、今、部長からも最後、問い合わせがあったのは、除外申請を行われているのかということがあったということです。まあ、実際に、やはり個人情報、住所、氏名、年齢、セネガピーですかね、年齢、そうですね、まあ、こういったものがやっぱり、他のその関係者に流れているということに不安し、疑問に思われている方も少なからずいるのではないかと私は思っております。どうでしょうかね、後藤氏も長崎氏に習ってですね、除外申請、自分ところは出して構わない、いや、うちは必要ありませんよと、もうあらかじめ市として伺いを尋ねる、立てる、これを、残り、数ヶ月の間に、市長の私個人への質問への置き土産として取り組んでいただきたいんですけど、いかがでしょうか。市長、もうこの除外申請については県内の21自治体の中でも10自治体がですね、まあ、採用しておりまして、やはり提供を望まない 方へのですね、配慮という形で、まあ、除外申請の受付を行うということについては、これは検討をさせていただきたいというふうに思っております。議長3番丸田議員。まあ、検討をしていただく、これがプラスと出るかマイナスと出るか、やはり、最後の私とのこの一般質問のやり取りでもう一度言います、置き土産を欲しいなというふうに思っておりますので、何卒、真剣に、まあ、いつも真剣でございますが、取り組んでいただきたいなと、検討していただきたいということをお願いいたします。で、この個人情報についてですね、一点私も疑問に思ったことがありますので、触れさせていただきます。情報開示請求制度というのがございます。この中で条例にですね、第三者に対する意見書提出の機会の交付等と、付与等ですかね、という部分が書かれております。まあ、簡単に言えば、分かりやすく言えば、指定管理業者とか、まあ、そういったもろもろ外注に出している中のこの業務に関して、開示請求が行われたときには、その方々に情報、意見書提出の機会の付与等ということで、お尋ねしたり、こういうのが届いてますというような紹介がなされるものと理解してますが、先月でしたか、ある指定管理事業者の件についてですね、私も、決算報告書等をですね、情報開示したところ、まあ、私もまだ調査の段階ですので、私の活動内容に関して一切表に出していないにもかかわらず、関係者の方から、お前は何を調べよっとかというようなクレームがかかりまして、まあ、事情をきちんと説明して、ご理解はいただいたんですが、請求者の名前まで相手方に知れ渡るというのは、これは個人情報保護に反するのではないかというふうに私は思っています。その辺、担当部長、お分かりでしたらお答えください。分からないのであれば構いません。総務企画部長。お答えいたします。まあ、議員からご紹介のあったとおり、この件につきましては、まあ、個人情報保護というよりも、情報公開条例に基づくものでありまして、まあ、議員が申しされたとおり、13条に、第三者に対する意見書提出の機会の付与等という項目で記載がされて、まあ、その内容については議員がからご紹介になったとおりでございます。情報公開されるということが、まあ、それに意見を聞くということですので、指令、相手方に、まあ、情報の方、情報の方に知れるということはあり得るということであります。ただ、この場合でも、まあ、誰が請求したかということにつきましては、伝えることは決してありませんので、そういうことになります。以上です。3番丸田議員。まあ、私も情報開示請求というのは、悪いことをこそこそやってないもんですから、まあ、別にですね、先方に知れようが、構わないように私は思ってますんで、ただこれが一般の方だった場合ですね、やはりその辺が漏れてしまうと、やはりここで個人情報保護という意味で、噛み合ってくるのかなと思いましたので、ちょっと紹介させていただきました。回答ありがとうございました。
傍聴席の皆さん、気づきましたかね、あそこ、残時間が掲示されるようになったんです、本議会から。まあ、あれであと何分しゃべるというのが分かりますから、まあ、時間等にも気をつけて、傍聴いただきたいと思います。では、2番項目、市長選についてですね、まあ、まず、公職選挙法等について、質問させていただきます。質問に入る前に、公職選挙違反に関して私は、次のように考えております。違反なのか、違反でないかについては、警察または検察庁が判断するものであり、選挙管理委員会が判断できるものではないということは、百も承知でございます。本日は、選挙管理事務局長として、答弁いただけるかと思いますが、一般論として、市民向けに、これは選挙違反への啓発の場として、利活用いただきたいと思っております。まあ、実際、私自身も2年前の長崎県知事選挙における公職選挙法、買収容疑での疑いがあるのではないかと、疑いがあるのではないかですよ、決めつけじゃないんです、疑いがあるんじゃないかということで、長崎県警察、本部、長崎警察署の方へ告発状を受理したわけでございます。まあ、実際2年ちょっとかかっておりますが、警察署の方も検察庁の方も受理していただき、最近は何らか動きがあっているように、告発人の一人の団体として、耳に入っております。まあ、捜査機関がこのように、捜査機関が判断して動かれる、市民、もしくは選挙管理委員会としては、これが犯罪につながるんだというような回答はできない。決めつけられないということは、先ほど申したように、百も承知でございますので、その辺は、今一度申し添えておきたいと思います。では、選挙に携わる部署ということで、後藤氏には選挙管理委員会が存在しておりますが、その業務内容と類似した団体があれば、そこでも含めてご説明いただきたいと思います。選挙管理委員会事務局長。お答えいたします。まず、選挙管理委員会の、仕事でございますが、選挙の管理執行、選挙の啓発事業や選挙人名簿の調整等を行っております。また、選挙に携わる関連団体といたしまして、五島市明るい選挙推進協議会がございます。この協議会は、政治意識の醸成や投票率の向上を目的とする明るい選挙推進運動に取り組んでいる組織で、公民館長のほか、婦人団体、青年団体、老人クラブの各代表、学識経験者により構成をされております。選挙管理委員会は、この明るい選挙推進協議会と協力いたしまして、選挙期間中の街頭啓発による投票の呼びかけを行っております。また、進んで投票する主権者を育成するため、小中学生を対象とした選挙啓発ポスターコンクールなど、主権者教育の推進に取り組んでいるところでございます。以上でございます。議長、3番。丸田議員。ただいま説明いただきました。選挙管理委員会というのは、もう年間通じて、この選挙管理委員会だけの業務に徹しているのか、そして、類似団体ということで、明るい選挙推進協議会ですかね、という説明もいただきました。明るい選挙推進とは、明るい選挙とはどういった部分まで含めているのか、2点をお尋ねします。選挙管理委員会事務局長。はい、まず、1点目の選挙管理委員会の、仕事を1年間通じてということですが、これにつきましては、まずもって、当然ですね、選挙が執行されるタイミングがありますので、その時はまず選挙の執行に従事する、集中するということでございます。で、それ以外の時に、時間につきましては、まず選挙人名簿の調整であったり、あと選挙制度の普及活動、事業というところの取り組みはやらせていただいております。それとあと、明るい選挙の定義でございますが、この明るい選挙につきましては、有権者が主権者としての自覚を持って、
進んで投票に参加し、選挙が公明かつ適正に行われ、国民の意思が正しく政治に反映される選挙のことを言います。で、そしてこの、これを進めるための行政と民間が一体となった運動を明るい選挙推進運動と言っております。以上でございます。丸田議員。この、明るい選挙推進についてですけどね、投票率アップ、まあ、選挙を通じて、まあ、活動そのものは分かっております。ただ、この協議会そのものは、公職選挙についてですね、学ぶ機会とか、そういう勉強会とかも行われているんでしょうか。選挙管理委員会事務局長。すみません、明るい選挙推進協議会の活動でございますが、まず、令和5年度の活動状況でご説明させていただきますけれども、県議会議員通常選挙における商業施設の啓発活動、それと、あと成人式における啓発物資の購入配布、それとあとポスターコンクール事業への協力ということを、令和5年度にやっておりまして、教育ということにつきましては、まずここは教育委員会事務局の職員も主体となりまして、教育の方については協力をさせていただいているというところです。以上です。丸田議員。まあ、いろんな活動者が、団体がこの選挙に向けてですね、明るく公正公平に取り組むんだということで、活動されているというふうに私は認識しておきます。では、この公職選挙法というのが法律があるんですが、この公職選挙法を守らねばならないものは、候補者だけに限定される法律なのでしょうか。選挙管理委員会事務局長。はい、お答えいたします。公職選挙法を守る義務がある方ですが、これにつきましては、公職の候補者以外も含めまして、すべての有権者、さらにはすべてのですね、市民の皆様、国民、市民の皆様が対象になると考えております。以上です。丸田議員。まあ、今、事務局長考えておりますじゃなくて、そうなんですよ、市民、有権者、まあ、時には未成年者までですね、抵触する場合もあるんです。まあ、なんで私がこの話を切り出しで持ってきたかと、公職選挙法についてですね、ほとんどの皆さんが候補者だけなんじゃないかと思われてるんじゃないかと思うのがですね、多々見られるんですよ。まあ、実際、昨日までは無職だったと、仕事も何ももう老後を楽しんでいたと、しかしながら身内の中で一人が突然選挙に出ると言い出したから協力せないかんと、もうむやみやたらにいろんなところに回って頼む頼むと言って回ることがですね、起こった場合ですよ、これは明らかにもう公職選挙法を知らず動いているにもかかわらず、これはやっぱり知らなかったでは済まない、公職選挙法、まあ罪状は分かりませんに引っかかってくるんじゃないかということをですね、やはり市民の多くの皆様方にも周知徹底させるのも事務局の仕事だと思いますが、選挙管理事務局、これまでそういった啓発活動は行われてますか。選挙管理委員会事務局長。はい、啓発活動につきましては、まずは、立候補予定者説明会において選挙運動の規制に関する制度の周知はしております。ただ一方でですね、有権者のに対する周知は、必ずしも十分ではないということは認識はしているところでございます。選挙期間中になりましたら候補地とかでですね、すべて周知はするんですけれども、それ以外のところで十分にできているかというところにつきましては必ずしも十分ではないと認識しております。以上です。丸田議員。
まあ、今、立候補説明会では候補者と関係者団体には説明しているということですけど、立候補説明会そのものは大体告示日のどのくらい前に行われてますか。選挙管理委員会事務局長。お答えいたします。候補者説明会につきましては、告示前の、ご同志でおきます、と、1ヶ月以内で通常開催をさせていただいております。丸田議員。まあ、今1ヶ月以内に開催して説明していると、まあ、私も何度か当然言ってますよ。遅いんですよ1ヶ月以内だったら。まあ、実際3月にですよ、野口市長が次の選挙には出ないということを表明されたと思ったら、まあ、立て続けに3名の方が手を挙げられて、まあ、テレビ新聞等で出馬に向けた動きがあるということで私は取ってますけど、もう表明されたんですよね。そうするともうその1ヶ月以内の説明会よりもはるかに前の段階で人は知れ渡るんですよ。まあ次に移ります。まあこれを踏まえて次に移りますよ。まあそういった中で早い段階で告示の前から知れ渡る、そしてその手を挙げられた方々は当然もう頭の中は次の選挙に向けて切り替わるんですが、考えられる一般市民も含めて考えられるこの公職選挙法、何かございますか。違反の公職違反、選挙法違反に抵触する恐れがあるんじゃないかと考えられる違反名はありますか。選挙管理委員会事務局長。はい、お答えいたします。公職選挙法に基づく選挙違反といたしまして、まあ、制度上のですね、ちょっとした事務手続きの違反とは別といたしまして、犯罪につながるものということで、例示されているものがございまして、まず一つが買収罪でございます。これにつきましては、金銭、物品、強要、接待などによる票の獲得や誘導ということになっております。それと次に利害誘導罪というのがございます。これにつきましては、特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対しまして、そのものまたはそのものと関係のある団体に対する寄付などの特殊な、直接利害関係を利用して投票を誘導した場合というのが利害誘導罪になります。それとあと選挙妨害罪というのがございまして、選挙妨害罪は有権者や候補者などへの暴行や、あるいは暴行に至らずとも、言動、動作によって、不安な気持ちにさせるような行動、それとあと集会や演説の妨害、文書、図面の遺棄というのがございます。それと最後に投票に関する罪ということで、これにつきましては、投票所での、本人確認の際の虚偽の宣言であったり、投票所または投票所などへ正当な理由なく有権者が投票するのを指示したり勧誘したりするような行動をすることが投票に関する罪ということで、これが主なものとしてですね、例示されている犯罪ということになっております。以上でございます。丸田議員。まあ、今主なものを詳しく説明いただきました。ただこれを聞いてもですね、市民の方はもう頭に浮かばなかったと思います。もう簡単にですね、私が3つ挙げますので、この違反に当たるような内容がですね、どのようなものなのか、ちょっと詳しくご説明いただきたいと思います。1点目、事前運動。2点目、個別訪問。3点目、公務員の選挙について、禁止事項があればご説明いただきたいと思います。選挙管理委員会事務局長。お答えいたします。まず1点目の、選挙運動、事前運動でございますが、まず判例等による選挙運動の定義といたしましては、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために行う、直接または間接に必要かつ有利な行為とされております。この選挙運動につきましては、候補者の届出のあった日から、当該選挙の期日の前日まででなければすることができないとなっておりまして、
立候補届出前の選挙運動はいわゆる先ほど申しました、事前運動として禁止されております。ただし立候補及び選挙運動の準備行為、政治活動、講演会活動及び社交的活動などのうち、選挙運動に該当しない行為であれば事前運動に当たらないということにされております。続きまして、個別訪問でございますが、個別訪問につきましては、特定の候補者へ投票させ、または投票させないよう依頼することなどを目的に、住居などを個別に訪問することということになっております。すると3点目の、地位利用でございますが、すべての公務員はその地位を利用して選挙運動をすることが禁止されております。この地位利用とは、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、補助金、交付金等の交付、契約の締結、許認可などの権限に基づく影響力を利用して選挙運動を行うことなどを言います。以上が、先ほどご質問があったことになります。以上です。以上、3番丸田議員。今3点について詳しくご説明いただきました。今の説明の中でですね、事前運動ということで、それは政治活動に当たるんだという説明があったかと思うんですけど、この講演会活動についてですね、実際これは市民の方から相談を受けてどうなのかと、私も警察とか検察庁じゃないから、大まかなことしか、私の持論しか説明できなかったんですけど、街を歩いとったら、講演会のものですけどと、で、こういう講演会に加入してくれんかと、はがきを渡されたと。そこで、次の市長選に出るので、講演会に入っていただきたいと、よろしくお願いしますと、この場合、先ほど言いましたよね、ある特定の選挙についてということが、相手に伝わったならば、そこはもうすでに、個別訪問でも事前運動でも抵触するのではないかと思いますが、今説明いただいた事務局長の一般論として、どうでしょうか。選挙管理委員会事務局長。お答えいたします。一般論ということでございますので、まず冒頭から議員の説明でもございましたように、選挙管理委員会の立場といたしましては、選挙違反を判断する立場ということにはございません。まずあるとすれば、選挙公職選挙法に抵触する恐れがありますよということまでしか言うことができないんですが、でここでも具体的にそれについて申し上げることはちょっとできませんので、申し訳ございません。丸田議員。事務局長、事務局長の方からね、先ほど、ある特定の選挙に関して、この人を、特定の候補者の当選を得すためにと。いうニュアンスがお話しされたと思います。この部分の2箇所が入っていたら、それは抵触するということじゃないんですか。危険性があるということじゃないんですか。選挙管理委員会事務局長。お答えをいたします。この公職選挙法に、禁止されております、事前運動であったり個別訪問であったりですね、そういうことの最終的な判断になるところが、この先ほど申しました選挙運動の定義になります、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票をまたは得させるために行う、直接または間接に必要かつ有利な行為というところになるんですけれども、そこがですね、どういう形で行われているか、本当にそういうことがあったのかないのかというところが、最終的な判断になりまして、そこにつきましては、選挙管理委員会ではお答えすることはちょっと難しいと思っています。以上です。丸田議員。答弁はいいですよ。これで分かったでしょう。1ヶ月以内にですね、説明会を開催して、そこで注意事項を説明しても、もう遅いんですよ。なので、今回、こういう形で説明させて、質問させていただきました。直ちに、選挙のその説明会ですか、開催して、周知徹底を図っていただきたいと思います。それと、ホームページ等々でも、幅広い市民に向けて、こういうものは違反に当たりますよというようなですね、ページを作るべきだと思います。このページを探すであれば、日本全国津々浦々、各自治体がもう作っております。本日は資料として長崎市の市役所の資料も添付しておりますので、終わってからアクセスするなり、各自帰っていろんな自治体の
ホームページアクセスしていただきたいと思います。では、事務局長に最後の、質問になります。このなぜ個別訪問が禁止されているのか、ご存知でしょうか。選挙管理委員会事務局長。お答えをいたします。個別訪問が禁止されているのはですね、まずはまあ、大きなところはですね、公の目につかないところというところですね。その中で選挙のお願い以外のところでもですね、違ったお願いがあるのではないか、そういうところが疑われるところがありまして、まず一つ目はそれで禁止されているというところでございます。以上です。丸田議員。まあ、今の点数つけようとしたら赤点じゃありませんので、心配なさらないでください。この個別訪問が公職選挙法上で禁止されているのは、有権者にはですよ、誰に投票してもいいという自由があるんです。また、投票は公正な判断で行われる必要があると。まあ、隠れてどうのこうのじゃなくて、明るい選挙推進、協議会同様にですね、これは公正公平に明るい選挙を進めていきましょうということで作られたそうです。まあ、有権者誰でも公正な判断のもと、自分の納得いく一票を投じる権利なんですよ。国民が唯一与えられている権利、参政権、選挙を通じて人選びをするんです。明日の未来の日本、後藤をきちんと考えて大人の判断として一票を投じるんです。次の質問に移行します。次期市長選における野口市長の立ち位置に、9分間お付き合いいただきたいと思います。まあ、これまで2番項目今事務局長とやり取りした中で、まあ、私も個人攻撃になるようなことは大人ですから、この場では、伏せます。大人として、これは市民、有権者にきちんとした判断をしていただきたいがために、市長と一対一で、この市長選についてですね、お話をしたいわけで取り上げていますので、ご理解いただきたいと思います。まあ、市長も12年間という長きにわたって、市長、そして議会との付き合いをしてきたわけです。市長が考えるこの12年間の経験で、議会と市長との関係はどうあるべきだと思いでしょうか。市長。まあ、よくいわゆる市長、市長部局という形で言えばですね、まあ、市長と、まあ、議会というのは、まあ、自治の、まあ、地方自治の、まあ、両輪であるというふうにも言われておりまして、まあ、ある意味私どもとして、やりたいことを、まあ、条例だったりあるいは予算として、まあ、ご審議をいただく、そういった中で、まあ、ご意見を頂戴する、まあ、認めていただいたにしてもですね、まあ、その過程でまたいろいろご意見をいただく、そういったことをまたしっかりと次の姿勢に反映させるということで、まあ、私個人としては市議会での、まあ、ご意見、そういったことについてはしっかり尊重するという中で、まあ、市政運営に努める、まあ、これは自分の思いとしてですね、これについては努めてきたつもりであります。市議会との関係ということでは主にはそういうことかというふうに思っております。3番丸田議員。まあ、今関係を聞きました。まあ、そもそもこの地方自治においては二元代表制という制度が、どの自治体も取り入れられております。これは国会議員から総理大臣を選ぶのと違って、市の代表者を有権者市民が選ぶのが市長で、選ばれたのが市長です。私たちは市民の代表として選ばれた、この、先ほど両輪と言われましたかね、二元代表が、やり合うと、市政発展のためにいろんな議論を積み重ねていくということで、ちょっと国の、市民の皆様方が勘違いしているのが、与野党と与党、野党というのは、これ、あくまでも国だけなんですよね、国会の場だけなんですよ。これはなぜかというと、大きな幅、
高等がから代表を選んでその人が総理大臣になる。しかし市民の地方自治の場合は市民から候補者の中からこの人に代表になってもらいたいということなので、これが国会同様に与野党が作られてしまうとおかしな話だなと私も疑問に思ったので、この辺は十分にですねいろんな勉強しました。やはり文献としてですね、指導も書かれておりました。まあ二元代表制においては地方自治ですね、制度上与野党の関係は発生しないということなんです。当然です。まあしかしどこの自治体を見ても、多数派の会派が全部仕切ってるとか、まあこれは主権者教育の中でもちょっと説明していただきたいなというふうに、18歳投票権がありますからきちんと説明していただきたいと思うんですが、まあ、そういう中で、先ほど、事務局長にいろいろと説明しました、聞きました。私思うのはですね、いろんな活動先でもう聞きたくない言葉がですね耳入ってくるんですよ。市長が連れてきたんだと、まあ、誰かは分かりません、私も。連れてきて、後継者はこの人ですから、よろしくお願いします。これこそ僕は個別訪問と、事前運動に抵触するのじゃないかと、また、地位利用、田舎のおじいちゃん、おばあちゃんたちはですね、やっぱり言ってましたよ、市長に頼まれたじゃんなと、もう市長に頼まれると嬉しいそうです。もうこれちょっと気をつけていかんと、市長の立場として、私はもしこれが疑いがかかれば、当然、告発という手段に出ないといけないのかなと、だから、あの時言ったろうと言われないように、きちんと今からですね、残りの期間を、市長として、私は市政発展のために、有終の美を飾れるように、王道を歩くべき。べきだと私は思っております。これは指摘でも文句でも何でもありません。市長として僕は立派な市長だったというものを作り上げていただきたいんです。終わりよければ全てよし、私もそのような市長が活動していただければ、これまで12年間いろいろと外野からも言わせていただきました、水に流しますよ、お疲れ様でしたと、ここから感謝を述べたいと思ってますんで、まあいろんな人が市民にもいますので疑いがかからんように、もうあくまでも選挙活動を応援したいんだということであれば、告示されてからの1週間私はもう100歩譲って好きなようにやってもらって構わないと思いますので、その辺どう思いか最後にお聞かせいただきたいと思います。市長、まあ、私自身のですね、まあ、選挙も3回、まあ、実質2回でございますけれども、まあ、公職選挙法に規定されている、まあ、事前運動であったりとか、あるいは地位利用とかですね、いったことについては承知をしているつもりでございます。従いまして、まあ、今後、そういった方面でですね、まあ、いろんな疑問を抱かれないようにと。いう形の中で、まあ、これからもですね、しっかり行動していきたいというふうに思っております。ただやはり市長であってもその地位利用に当たらないようなですね、まあ、選挙期間中ですね、そういった活動というのは、まあ、許されておりますので、その範囲内での活動というのはやっていきたいというふうに思っております。以上、3番丸田議員。まあ、残り3分あってですね、もうこのまんま終わるのもですね、もう寂しくてですね、もうちょっといいですかね、お付き合いいただければと思います。まあ、こういった犯罪、まあ、犯罪といったらちょっと大げさかもしれませんが、非常に分かりにくい公職選挙法なんですよ。もうそれも人それぞれによって解釈の違いがありますので、これが違反になるとか抵触しないとか、これはもう冒頭から言っている通り、訴えてからその捜査機関が判断するものでございますので、まあ、今日私が言ったのはこれは違反なんだというような、質問はしてないというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
まあ、もう早く終わりますが、まあ、本当に私はですね、市長とこの場で戦いたいんだということをずっと1回目の選挙で落選し、政治活動を行ってきました。特定の選挙に通らせてくださいでなく、周りがそれは理解してたんですよ。常に政治活動、これに徹してきてましたので、私は事前運動、個別訪問に関しては、やはり厳しく指摘させていただきたいと思っております。なので、今日質問させていただきました。選挙というものは、誰から頼まれたとか、だからこの人に入れるんじゃなくて、大人として、未来の子どもたちのために、きちんとご投資を譲り渡すんだと、責任持って胸張ってこの人に入れたんだと、そして投票する、これが民主主義の中における参政権の行使だと私は思っております。まあ、今からどんどん加熱していくでしょうが、まあ、警察関係も今日見ているということでしたので、まあ、あえてここは厳しく言わせていただきました。残り1分となりました。通告外でございますので、まあ、これは、議長さんも、まあ、質問を聞いてですね、臨機応変に対応していただきたいと思います。まあ、これまで14回当選させていただいて、野口市長とこの場で議論を交わさせていただきました。たかだか12年間の中のたかだか私は14回の、戦いでしたが、市長の市長生活の中で私は記憶に残る議員だったのか、最後ご答弁いただきたいと思います。答えますか、市長。まあ、しっかり記録に残る、記憶に残る議員さんだったというふうに思っております。ありがとうございました。以上で丸田孝明議員の質問を終わります。